はい、ようこそ、どうも、よしと申します。プレグインクイボルブド、超ハードで生物兵器やっていきます。じゃあやっていきましょう。はい、生物兵器やっていきます。この生物兵器はね、致死率が勝手に上がっていく病原菌なんですよ。でもそんなの気にせずやっていきます。はい、じゃあ使用する遺伝コードはこちら。ATP ブースト、ダーウィン主義者、テラサイト、湿度耐性、シンプトステイシス、これでやっていきます。はい、難易度超ハードでやっていきます。スタート国は、インドです。はい、じゃあ最初に取るのは発疹発汗吐きを取っていきます。じゃあ3倍速にして、まあ今の説明に書いてあったと思うんですが、このね、本当にさっきも言ったけど、この生物兵器は勝手に致死率が上がっていくんですよね。まあ、それがありがたいんでね、うん、普通にやっていきましょう。で、生物兵器のやり方は、はい、先に皮膚障害取ってきます。で、皮膚障害取ったら、皮膚障害取った後は咳取ります。で、ポイント貯まったらくしゃみを取ります。で、くしゃみ取ったら嘔吐取ります。で、またポイントを貯めて、はい、ポイント貯めましょうね。じゃあポイント貯まったんで下痢取ります。はい、リオオリンピックのミステリーはどうでもいい。じゃあポイント貯まったかな。よし、じゃあ肺炎を取りましょう。肺炎ゲット。で、肺炎を取った後は、次は、電線の方に行きます。電線の方に行って、はい、空気1を取りたいと思います。じゃあ、空気1取ります。で、空気1を取って、次、水1を取っていきます。この辺でインドにブワーッと感染してもかんですね。はい。まあ、それが狙いなんですけど。はい、じゃあ、今度は水1を取ります。で、水1を取った後は、家畜1を取りたいんですよね。じゃあ家畜1を取りましょう。家畜1をゲット。で、家畜1をゲットしたならこれを取ります。薬物耐性を取ります。はい、インドがキュア開発ね。インドの技術力素晴らしいと思うけど、さすがに無理だと思うぞ。うん。はい、じゃあ換気耐性取っていきます。換気耐性取った後は貧血、血友病、不眠症、パラノイア取ってきます。発熱か、発熱ぐらいだったらいいかな。うん。はい、じゃあ今度ポイント余ったんで、脳胞、過敏症、脳症を取っていきます。で、これを取った後はまた電線に行って、大量出血コンボ、ありがたいね。皮膚障害と血友病によりか、そんなのあるんだな。久しぶりに見た気がするけど、久しぶりか、いや初めて見たような。うん、まあいいや。はい、じゃあ今度は空気1取っていきます。空気1取って、空気1取ったら水2を取ります。空気1じゃなかったか、水、空気2だね。はい、警戒レストに加えられましたね。遅いんだよね、毎回大会対応はね、 WHO。はい、じゃあエアロゾル取っていきましょう。エアロゾルを取った後は鳥1を取っていきます。はい、この辺でキュア開発されてるんで急ぎましょう。じゃあ鳥1取っていきます。で、鳥1取ったら薬物耐性の方に行きましょう。能力の方ね。はい、じゃあ薬物耐性取っていきましょう。はい、噴出性オートコンボね。イタリアがグローバルなね、開発ね。わかりました。じゃあ換気耐性に取っていきます。換気耐性2を取って、次、高温耐性取っていきます。念のためにね。はい。じゃあ、あとは待ちましょうか。感染するのをね。感染してくれねえかな、早く。あ、アイスランド行ったか。いいんじゃない、アイスランド。はい。キュア開発が行われてるね。じゃあ、この辺でこれ取りましょう。遺伝子強化。開発され始めてるんでね。はい。内出血はいいんじゃないかな。内出血ぐらいだったら。取れてなかったか。はい、ラスボスのグリーンランドに行きました。じゃあ、あとはもう伝染病いいんで、さっさとね、エシ取っていきましょう。エシ取ります。エシ、これと、昏睡取ろうかな、次は。炎症ね。炎症ぐらいだったらいいんじゃないかな。うん。さて、感染してくれるのを待ちつつ、いろいろやりたいんだけどな。早くグリーンランドが感染してくれないのを待ってるんだけどな。グリーンランド待ちです。グリーンランドが感染したとともに、それで
終わりなんですよね。グリーンなどが感染したら健康な人間は残されていないという感じで、ちょっとポイント高いな、高いんでこれ取っていきましょう。腹立つんでね、キュア開発されてるの見ると。はい、じゃあ偶然こいつも取っちゃおうかな。昏睡じゃあ全身臓器不全でさらに苦しみましょう。はい、じゃあこれで終わりだね。待ちましょう。長いんだよねこっからが。うん、まあいいんじゃないかな、長くても。はい、歩くしたいコンボはどうでもいいです。もう勝ちです、これでね、確実に。まだキュア開発してんのか。はい、じゃあ勝利。はい、無事クリアです。これで勝利です。はい、という感じで生物兵器はこんな感じにやればクリアできます。最後までご視聴していただきありがとうございました。それじゃあ次回サルインフルエンザでお会いしましょう。ほんじゃまたね。